皆さん、ご協力ありがとうございます。それでは、作戦行動を開始します。ワームホール、開きます。考え直すなら今のうちだぞ。今更そんなこと言うと思ってるの？おい、痴話喧嘩ならよそでやれ。年寄りの説教もな。みんな、準備はいいか？
速完了まではあとわずかです。キャプテン、頑張ってください。
ットダストの侵食率が 70% を超えました。もはや私では照準を操作できません。照準はキャプテンに定めていただき順番です。外角の薄い脆弱な部分を狙ってください。再装填には時間がかかりますので十分注意してください。皆さん、聞いてください。ロードを倒す方法が一つだけ存在します。今起こっている現象について分析を行った結果、一つの重大な問題が判明しました。もともと生物種としてこの世に誕生したわけではないドレッドダストには死の概念が存在しません。彼らは元はナノマシン。自らの死を自覚しない限り、その活動を停止することはない。それが彼らの破壊を不可能にしている理由のようです。単刀直入に聞きたい。倒す方法があるというのは本当か？あります。ですが、その質問に答える前にこちらをお聞きください。おい、ふざけてる場合か。ふざけてる場合か。この音声が再生された時、きっとリーブならそんな返事を返すのだろうな。気持ちはわかる。きっと君たちはまだ戦いの最中にいるのだから。だが黙って聞いてほしい。このメッセージは私にとって正真正銘最後のメッセージ。私の遺言となるのだから。まずリーブ、本題に入る前に君に謝らなければならない。付き合ってられん。キャプテン、もう一度レールガンを試そう。奴を。私は君の、あなたの頼みを実現することができなかった。30年間手は尽くしたが、結局あなたをその世界から帰還させることはできなかった。どうか許してほしい。頼み？まさかあんたはクリスなのか？30年前、私がキャプテンの手によってベースキャンプ上空のワームホールから元の時代に帰還した日のことは今でも昨日のことのように思い出せる。だが誤算だったのは、そうして私が帰還した場所が元いた1980年ではなく1943年のフィラデルフィア駆逐艦エルドリッジ号の上空だったことだ。設立して間もなかったゴーデンクリフセクションが実施した初の本格的ワームホール転移実験。そこで上空から降ってきた私はフィラデルフィア計画の最大の成果となったわけだ。数年間
私はセクションでほとんど実験動物として過ごした。しかし私はその後研究者の肩書きを得てセクションでの立場を強めていった。私の研究を後押ししてくれたのはリーブ、あなたが託してくれた端末だった。私はすぐに世界でも有数の研究者となった。しかしその研究成果のほとんどは見てきたものを再現しただけで、私自身の力が特別だったからではない。何も得るものはなかった。だがそれでよかった。私の求めるものは富でも名声でもなく、自分があなたたちや世界に親しうちに対する食材だったのだから。かくして地獄の門は開かれた。だが私にとっての地獄はそこではなく、この現実世界の方だったというわけだがな。30年間私はこの身を犠牲にして準備を重ねてきた。それも全てはこの瞬間のため。このメッセージを聞いている時、ロードはすでに過去への扉を開いてしまっているだろう。キャプテン、あなたたちこそが鍵となる。ここであなたがロードを打ち倒せるかどうかに、歴史が、人類の存亡がかかっているんだ。頼んだぞ、名もなき英雄たち、未来を作ってくれ。以上がグッドラックの最後のメッセージです。クリス、バージル、教えてくれ。どうすれば奴を倒せる？方法は一つです。私がロードに同化して死の概念を彼らと共有します。そして死の概念を得たロードを私ごとレールガンで撃ち抜いてください。セスに寄生したドレッドダストは宿主に性質を依存していたため、つまりセスという人間が死を理解していたために、その肉体の消失に合わせて消滅しました。それと同様の現象をロードに対して起こします。でもそんなことをしたらバージルも。覚悟はできています。お前に死が何だかわかるのか？少なくとも私なりの解釈を持つことはできました。私はカロン部隊やキャプテン、皆さんと長い時を過ごし旅をして共に戦ってきました。そこであなた方の存在は脆く儚いものだと理解しました。そして私自身がドレッドダストに侵食されている中で、自らの消失に対する危機感、恐怖とも言うべき概念を自覚しました。生は有限であり、命とは尊いもの、そして死は悲しいものなのですね。キャプテン、私の理解は間違っているでしょうか？方針は決まりましたね。今度こそ最後の戦いです。彼らに教えてきます。命の意味、死の理由、生の価値、私が皆さんとのサバイブを通して学んだ全てのものを。私の覚悟は決まっています。この先の全てをあなた方に託します。もう引かなくては。さようなら皆さん。目標を私に設定しました。後の操作をお願いします。あなた方と共に過ごせた時間は楽しいものでした。一人じゃない。痛みは俺たちで共に背負う。任せたぞキャプテン。あ
帰ろう。俺たちの家。支援用プログラムバージル89再起動完了。ロードとの死の概念の共有は無事成功しました。しかし私は亡霊ではありません。私を撃ち抜いたレールガンの威力は強力でしたが、このように損壊には至りませんでした。私のハードウェアは核シェルター並みの強度だったようです。分析によると核戦争を想定して設計されたものらしいです。驚きました。また私たちに寄生していたドレッドダストは活動を停止。その結果私の人格が一つに統合されました。今後はより安定したナビゲーションが可能になるでしょう。元の世界への帰還まで長い戦いになるかもしれませんが、千里の道も一歩からですよ、キャプテン。Thank you.
説明してもらおうか。君の予測では XOF の襲撃後、マザーベース上空に巨大ワームホールが出現するということだったが。申し訳ありません。どうやら私の計算違いだったようです。いずれにしろ今回の一件はセクションに報告させてもらう。君の独断専行には以前から目に余るものがあった。相応の処分が下されるだろう。十分覚悟をしておくんだな。これでいい。歴史は変わった。ありがとう、名もなき英雄たち。そしてありがとう、キャプテン。だがこれで終わりではない。今度は僕が戦う番だ。必ずあなたたちをあの世界から救い出す。そしてその後も見守っていかなければならない。行き過ぎた技術の暴走が世界を滅ぼしてしまうような事態を二度と招かないように。今度こそ僕たちの手で未来を守っていこう。したいことがあります。記憶データの復元によりベースキャンプでのイリスエナジーの採掘が可能となりました。得意点での採掘に比べると非常に低速ですが、ベースキャンプの設備を利用できる利点があります。防衛の準備を整えてから採掘に挑みましょう。